こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、クッキードーっていうお菓子を買ってきました。これね、クッキードーって結構前から私ネットで見たことがあって食べてみたいなと思っとったんやけど、日本では買えなかったんですよね。去年なんですけど、この私の好きなクッキータイムっていうクッキーのお店でクッキードーっていうのを発売されたっていうのを最近知って、で今日はそれを買ってきました。でどれがクッキードーかっていうと、ここにある3つだけなんですよ。でコーンに持ってアイスみたいにしてお店では食べれたりするんですけど、お持ち帰りができなかったんですよね。だからこちらの普通のクッキーとクッキーの間にクッキードーを挟んだクッキードーサンドを買ってきました。でレシートにはノーベイクサンドイッチって書いてますね。そうです、クッキードーっていうのは焼いてないクッキーなんですよね。でアメリカではこうやって食べるのが結構流行ってるみたいで、だから前からねめっちゃ食べてみたかったんです。でちょっとこれだけだったら寂しいので、他にもクッキータイムのクッキーを10枚、こっちにあるのがスモアを3つ、ミルクボトルを2本買ってきました。でこちらはですね、クッキータイムのお店で買えるんですけど、クッキーの割れたやつが袋に入ってるんですよね。だからなんかお得に買えるやつみたいです。これは食べないんですけど、これも買ってきました。いただきます。じゃあずっと食べてみたかったクッキードーサンドを食べたいと思います。このクッキードーサンドは普通の焼いてるクッキーもクッキードーも食べられるっていうめっちゃお得なやつですね。これどうやって食べるんですかね。このまま食べるんですかね。クリームみたいにすごい柔らかいです。冷たくないアイスクリームみたいな感じですね。で本当に焼く前のクッキーですこれ。でチョコチップがすごいぎっしり入っててめっちゃ美味しいです。もうすごいボリューミーな感じがします。このクッキータイムのクッキーが甘くて濃厚でめっちゃ美味しいです。焼く前のクッキー食べれるってなんか嬉しいですよね。焼く前のクッキーを食べて大丈夫なのかなって心配になる人もいるかもしれないんですけど、クッキータイムのノーベイククッキードーは生卵を使ってないんですって。でしかも小麦粉は全て加熱処理されてるので、そのまま食べても大丈夫なんですって。だから焼く前のクッキーを目いっぱい食べられます。これでも焼いたらそのままクッキーになるんですかね。どうなんだろう。ほらもうすごいですね。何枚分入ってるんだろうな。でもうん、ミルクと一緒に食べると幸せですね。ほんと分厚い。練り込まれてるチョコチップが結構大きくて、それ食べ応えがあります。でもほんともうまんま焼く前のクッキーの味と似てます。これはクッキータイムのミルクボトルです。もう瓶も可愛いし、こうちっちゃいクッキーが乗っかってます。クッキーと牛乳の相性最高です。これはクッキーとクッキーの間にマシュマロが挟まったスモアです。チョコレートのソースもかかってます。うん、もうクッキーの食感、マシュマロのもちっとした食感も加わります。このクッキータイムのクッキーを10枚食べます。幸せです。こちらが一番オーソドックスなクッキーですね。チョコチャンクです。挟んでたクッキーとか、ここに乗ってたクッキーとか、スモアのクッキーもこのチョコチャンクですね。うん、この外側はカリッとしとって、中はちょっとしっとりしとって、このチョコチャンククッキーってめっちゃ大好きです。中に入ってるチョコがとろけてます。次はミルクチョコレートパッチキャラメルです。あ、間違えました。ソルテッドキャラメルでした。この苦いチョコレートの生地に甘いキャラメルとお塩が効いてて美味しいです。次はクランベリーホワイトチョコレートです。甘酸っぱいクランベリーが結構クッキーに合ってます。
で次はバナナトッフィーです。バナナとトッフィーのクッキーです。トッフィーってあのキャラメルみたいなヌガーみたいな感じのなんか甘いこうねっとりしたやつです。バナナの味もして美味しいです。でチョコレートファッジブラウニーです。クッキーが全部こう大きいからいいですね。トンが来た。でトリプルチョコレートです。でマカダミアホワイトチョコレートです。ホワイトチョコレート大好きだしマカダミアも好きだからホワイトチョコレートマカダミアクッキー大好きなんですよね。でミルクチョコレートファッジキャラメルです。キャラメルは香ばしくて美味しいです。他のクッキーよりちょっとサクサクめな気がします。でレモンホワイトチョコレートです。あ、レモンの香りがほんのりします。クッキータイムに置いてるクッキー9種類だったんですけど9個買ったら1個サービスだったんでチョコレートチャンククッキーをサービスにしてもらいました。で最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。念願のクッキー動画食べられてよかったです。クッキータイムのクッキーも大好きなんでね、ここからクッキー動画出てくれてすごいよかったですね。ほんと前からねめっちゃ食べてみたかったんですよね。もう焼く前のクッキーをね罪悪感なく食べられるなんてすごい嬉しかったです。とっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったらよかったらコメント欄などで教えてください。この動画がよかったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。